大場にあった日本の城。現在も残る多くの遺構からは大きな規模を持った城であったことがわかる。平安時代の末期、この地は大場御クリアと呼ばれる伊勢神宮の荘園であった。この荘園は官武兵士の流れを組む鎌倉影正によって開拓され、伊勢神宮に寄進されたもので、後子孫は大場市に改正し代々治めていた。城を築城したのは 大場影地下の父にあたる大場慶州と言われている。大場の官とも呼ばれ、影地からの軍事拠点として重要な役割を果たしたと想定される。石橋山の戦いで、源の頼朝に勝ったもの,の、の一族のほとんどは筑前に渡ってしまうが影地下は最後まで抵抗し、捕らえられ斬首される。その後兄の大場影義の子である大場慶賢が和田合戦に巻き込まれ、 大橋氏は滅亡したとされていたが、現在では、畜後に逃れたという説が有力とされている。大橋氏の子孫及び、一族の存続を示す、具体的な記録の一つとして、相模国の大場三郎敬礼が、ビンゴの新城本郷に児童として任命され、憲法元年、当地で築城した事例が見える。後、大橋氏と称した。なおこれも、大場城との故障が残っている。 大木谷上杉市の家臣であり江戸城を築城した築城の名手、大田道館が鎌倉とカ谷間の中間地点のこの地に最新の技術を取り入れ築城工事を行ったと言われている。しかしこの後相模を信仰してきた北条総運によって大場城は落城してしまう。なおこの戦には船地蔵伝説が残っている。東。 相模を制圧した総運は、大場城を大改修したが、玉縄城を築城したので、利用価値は低くくなりご法城氏が滅ぶと廃城になった。戦国時代の大規模な空堀や土塁などが残っており、大場城市公園として保存されている。周辺は、湘南ライフタウンとして開発されたが、2番釜や小前寄せなど、大場城由来の地名が残っている。ありがとうございます。